藤川俊介は、阪神タイガースに所属する福岡県、加保郡桂川町出身のプロ野球選手、宇藤右内。NPB に入ってからは、名前の俊介を登録名に用いている。福岡県の京泉町立桂川小学校1年時に、桂川スターキッズで軟式野球を始める。桂川中学校への在学中には、公式野球の 西日本スコーピオンズに所属していた。中学校からの卒業を機に、広島市にある広陵高校へ進学。チームは入学の直後に第75回選抜高等学校野球大会で優勝していたが、一年時の夏には選手権広島大会で4番一塁手に起用。広島大会での優勝を経て、全国大会に出場したが、2回戦で、 岩国高校に敗れた。2年時の春には、中堅主権投手として、第76回戦抜高等学校野球大会に出場したが、1回戦で、東邦高校の前に敗退。しかし、在学中には、対外試合で、通算25本塁打を放った。なお、2学年先輩に、白浜優太、西村健太郎、1学年先輩に、上本博則、 一学年後輩に吉川光雄、二学年後輩に野村祐介、羽生昌平、小林誠二がいる。高校からの卒業後に近畿大学へ進学すると一年次からレギュラーの座を確保。関西学生リーグでは一年秋、三年春、四年春、四年秋に外野手、二年春に三類手としてベストナインに選ばれた。さらに、 三年の春季リーグ戦には MVP を受賞している。在学中にはリーグ戦で通算77試合に出場。打率337本塁打、45打点、26盗塁という成績を残した。当時の同期生に荒木隆弘がいる。大学4年時の2009年には NPB ドラフト会議の前に 社会人野球の東方ガスから採用の内定を得た。ドラフト会議で、どの球団からも3位以内に指名されなければ入社する、という条件での内定であったため、大学側ではその旨を NPB の全12球団に通知。しかし、実際の会議では、阪神タイガースから5位で指名された。上記の事情が、編成部門のトップにまで伝わっていない状況での、 指名だったが、藤川本人は突然の指名に困惑。指名を受けた直後には体重が5キログラム減るほどの振動に見舞われた。大学や阪神球団の関係者も交えて話し合いを重ねた結果、12月9日に東方ガスから阪神への入団を正式に認められたため、契約金6000万円、年俸1000万円という条件で入団が決まった。 入団当時の背番号は7で、12月14日には、同期入団の選手たちから遅れて単独で、入団会見に臨んだ。その際には、当時の堺信也オーナーから、迷惑をかけてしまって申し訳ないという謝罪を受けた。2010年には、実戦向きの選手という首脳陣からの評価を背景に、開幕一軍入り。横浜ベイスターズとの開幕戦9回表から、 右翼手として公式戦デビューを果たすと、5月2日の対読売ジャイアンツ戦でプロ初安打、自身の23歳の誕生日であった8月17日の対横浜戦でプロ初本塁打を放った。シーズン中盤以降は、スタメンでの起用も増加。結局、シーズンを通して、出場選手登録を外れることなく、一軍公式戦124試合に出場した。 2011年には、広島東洋カープとの開幕戦からスタメンに起用。同月15日の対中日ドラゴンズ戦では、4回表の第2打席で、シーズン第1号本塁打を放った。8回表の第4打席でも西から出塁したが、当時1766試合連続で公式戦に、出場していた、代打、金本智明の打席中に、一塁からの盗塁に、 失敗。金本の打席が完了しないまま阪神の攻撃が終了したばかりか、首脳陣が8回裏から金本の打順に当主の小林博士を入れたため、公認野球規則10.23の適用によって、NPB の公式戦における金本の連続試合出場記録が、絹笠義雄の2215に次ぐ、歴代2位で途切れた。さらに、 序盤戦でチームの上位にあった打率が徐々に下降。6月29日にはプロ入り後初めて出場選手登録を抹消された。再登録後は自身と同じ外野手、柴田康平の台頭などでスタメン起用の機会が大幅に減少。2年連続で公式戦100試合以上に出場したものの後半戦は代走や守備固めでの出場が多くを占めた。 2012年には打率が2割を切るほどの深刻な打撃不振に陥ったことから一時2分軍で調整。一軍公式戦には主にダイソー、守備要員として82試合に出場した。シーズン終了後には西岡剛の入団に伴って背番号を変更。当初の球団発表では4 2に変更する。 予定だったが、空いている背番号で最も大きな番号を、あえて付けたいという自身の希望で68に決まった。2013年には、柴田や山和などの外野手が、相次いで一軍の戦線を離脱したことを背景に、公式戦119試合に出場。脱席数、安打、打率、盗塁、出塁率、オプスなど、多くの打撃指標でプロ入り後自己最高の成績を、残した。 2014年には、主にダイソー、守備要員として、公式戦87試合に出場。前年から一転して打撃が低迷したが、8月12日の対巨人戦では、杉内俊也から公式戦3年振りの本塁打を放った。2015年には、自身より5歳年上の元ネイリストと結婚した。公式戦には112試合へ出場。打率こそ。 245にとどまったが、一塁に走者がいる、状況の代打起用でギダを何度も成功させるなど、攻撃の随所で存在感を示した。2016年には、監督へ就任した金本智明が新人、若手野手を積極的に起用した影響で、シーズン初の出場選手登録が5月6日にまで持ち越された。6月17日の対福岡ソフトバンクホークス。 戦では、同点で迎えた9回裏西から2塁走者、北条文也の代走に起用されると、自打者、福留光介の左前安打による本類突入で、チームにさよなら勝利をもたらした。同月26日の対広島戦では、試合の途中から左翼の守備についたが、同点の9回裏西万塁から代打、松山隆平が、左中間へ放った飛球を追って、 中堅守の中谷正宏と工作。その衝撃で中谷が落球したことからチームはさよなら負けを起死した。工作によって転倒した俊介は自力で起き上がれなくなったため試合終了後に外野グラウンドから担架で病院に搬送。その後の診察で右膝の打撲が判明したため翌27日に登録を抹消された。8月31日に再登録。 7番、中堅守として、スタメンで出場した9月30日の対巨人戦では、同点の9回裏一四万塁で迎えた打席で、一軍公式戦では、初めてのサヨナラ儀比を放った。2017年には、開幕一軍入りを果たしながら、4月8日に、出場選手登録を抹消。再び登録された聖波交流戦では、5月30日にロッテとの、 開幕戦で3二塁打4打点を記録したことを皮切りにスタメンでの起用やチームの勝利につながる安打が相次いだ。6月13日の大西部戦では公式戦で自身3年振りの本塁打を甲子園球場で初めて放っている。レギュラーシーズンの後半戦からは左投手の先発が予告されている試合を中心に一番中堅手としてスタメン起用の機会が増加。 8月6日の対ヤクルト戦では、第1打席から2打席続けて2塁打を放つなど、公式戦初の4打数4のアンダーで、チームの勝利に貢献した。公式戦全体では、74試合の出場ながら、打率、309、4本塁打、26打点、出塁率、340、超打率、461を記録。いずれも、プロ入り後の自己最高記録で、 この年にスイッチヒッターへ転向したヤマトと共に、中堅選手の打撃海岸を印象付けた。レギュラーシーズン中の8月3日付で、国内 FA 権の取得要件を満たしたが、同じく国内 FA 権を取得したヤマトが、シーズン終了後の権利行使によって DNA へ移籍したのに対して、俊介は、阪神で日本一になりたいとの理由で FA 権を行使せず、 チームへ残留することを周期キャンプ中に表明。12月1日の契約交渉では、球団から初めて複数年契約を提示されたことを受けて、推定年俸5000万円の2年契約という条件で契約を公開した。2018年には公式戦の開幕を一軍でスタート。開幕当初は高山春との併用策ながら、中堅守として、 スタメンに起用されていたが、前年と同じく極度の打撃不振に見舞われていた。5月には、1日の対 DNA 戦に、敵時打でシーズン初打点を挙げたことを皮切りに、スタメンへ起用された試合で5試合連続安打を記録。それでも、左投手と対戦した打席で振るわなかったため、5月下旬からは、2軍での調整を余儀なくされた。 6月中旬に軍へ復帰すると、9月2日の対 DNA 戦では、スタメンからのフル出場で3安打と1軍、公式戦自身初の1試合後打点をマーク。次に出場した9月4日の対広島戦でも3安打を放ったことから、1軍公式戦で自身初の2試合連続猛打賞を記録した。1軍公式戦全体では87試合に、 出場したが、外野の守備でチームに大きく貢献する一方で、打率は前年から大幅にダウン。シーズン終了後の契約交渉では、翌2019年が2年契約の最終年に当たるにもかかわらず、推定年俸4000万円という条件で契約を公開した。2019年には、新人外野手の近本康二が、 春季キャンプから1軍へ抜擢されたことなどを背景に、キャンプから2軍で調整。1軍への合流は、前半戦終了間際の7月6日にまで持ち越された。レギュラーシーズンでは、1軍公式戦6試合に出場しただけで、入団後初めて、ノーヒットに終わった。シーズン終了後に、推定年俸3200万円という条件で、改めて単年契約を締結。 2020年には前年と同様に春季キャンプからレギュラーシーズンの前半戦までに軍での調整を余儀なくされていた。シーズンの前半にはウエスタンリーグ公式戦26試合に出場。打率309を記録するなど成績が安定していたことからシーズン中盤の9月1日に出場選手登録を果たした。 9月9日の対 DNA 戦6回表に1軍公式戦2シーズンのアンダを代打で記録したが、チーム事情との兼ね合いで、同月19日に登録を抹消。そのまま2軍でシーズンを終えたため、1軍公式戦への出場は9試合、アンダは前日の1本だけに留まった。さらに、11月27日の契約交渉では、NPB の野球協約における減額制限を超える。 原稿率を翌2021年の年俸に適用することを球団から提示。結局、推定年俸1600万円という条件で契約を公開した。また、岡崎大地の引退により、阪神ハエ抜きでは最年長となった。高校時代に打ち、外野を守った経験があるユーティリティープレイヤー。50メートル走5秒96の俊足で、 外野の守備範囲も広い。阪神1年目の2010年には、リリーフ投手の藤川球児と区別すべく、スコアボードや報道などで、藤川俊と表記されていた。翌2011年から登録名を俊介に変更。球児型球団に在籍していた時期や、2016年に阪神へ復帰してからも、この登録名を使い続けている。ちなみに、 九時は2020年限りで現役を引退。2021年には阪神に在籍する藤川製の現役選手が再び俊介だけになるが本人は俊介を登録名に使い続ける意向を示している。俊介に関するカテゴリー、ありがとうございます。